ゃんです。ブザフォーのロボットダッくんです。ブザフォーのねです。ゆうくんでございます。ここ見ればわかるけど、学校で足をバランス崩して顔からいった大ちゃん。髪の毛が劇的に短くて、最近めっちゃ学校でいじられてるゆうくんです。まあそこは置いといてね、たまには俺らもちょっとノリに乗ってみようかなと思いまして、やりたいことがあります。それがこちらです。じゃがアリゴというものをやっていきたいと思います。今回用意した味がこちら、サラダ、チーズ、関東のり出し味って、ちょっとみんながやってなさそうな味をちょっとチョイスしてきました。これがないと始まらないんだよ、ジャガーリー。避けるチーズということで、とりあえず調理していきましょう。ということで、これを一本一本半分に折って、え全部、そう家庭を嫌がってたらね、料理の3本同時折り。お前手ちっちゃいんだからやめとけよ。お前あれ取っちゃおうか。疲れんなこれね、結構疲れんな。俺は見逃してないぞ。味しない、ちっちゃいから。また地道な作業ですよ。このチーズ知ってる？大ちゃん、避けるチーズ。これを細かくこんな感じにしてね、ここに入れてってください。できるこれ、筋肉持っちゃう。バカ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 、そこそこ細かくしないと。チーズ、まあ、こんぐらい。おっそ、こんぐらい。まあまあ大体でいいもん。食べんの俺さ、このままだと食えないんですよ、個体だから。ただ溶かすんすよね、ジャガーリゴって。ので食えるんじゃねえかなと。チーズめー、また食べた。やるよ。うん、もうこれマジで細け。まあまあまあいいよ。あくせー、くさ。牛乳じゃん。牛乳を腐らせたやつだから、発酵させたやつか。え、そうなの？ヨーグルトもそうだよ。腐らせたの？ダックもわかるよ、ポキポキしてるやーだ。どうやって水でチーズが溶ける？おー、水？このまま入れます。あ、で塩コショウ持ってきて、大地。ということで塩コショウも使います。あ、2分測ってね。え、なんか入れといて。どんな味だと思いますか？うん、俺のやつはチーズ同士だからチーズだと思う。かけていきましょう。ということで、はい、おお、トロトロですね。あ、これ、混ぜるんですよ、これ。うわ、いっぱいになってきた。これがね、本当に大変。マジで結構混ぜる。はい、待って、ちょっとね、チーズがあんまり溶けない現象が起きてる。今入れない、早い。これがね、本当にチーズと一体化させるまでね、混ぜ続けなければいけないんですが。え、できんのこれ。みんな最初こんな感じだったね。こんな塊？すげえ。見て見て、ほら、だんだん固まってきたよ。うわ。そろそろ塩コショウ入れようか。入れていい？もっともっと混ぜるよ、もっと。個体に近くなってきました、ほら。俺のは、え、これ正解なの？これなんか、見て見て見て、本当にポテトサラダみたいになってきた。他の見てた動画の伸び方と違う。こうなって、こんな伸びる。こんな伸びないよね。こんな伸びないよね。伸びないよ。まあまあ、とりあえず一回食ってみよっか。一回食ってみよう。伸びないだけで美味しいかもしれない。いただきます。いただきます。うん、胡椒が効いてる。美味しいけど、やばい。おいしい。素直に美味しいけど、全然伸びないけど、美味しいは美味しい。チーズの方食べるとめっちゃ甘いもん食いたくなる。あ、この全然違う。いや違う、塩胡椒入れすぎただけだよ、これ。決まったな、大地。ちょっとね、でこっちの味が気になるよね。合わないと思うんだけど、あの、じゃ匂いより。やばい、熱を失ってきてる。チーズと熱を失うと伸びねえから。待て待て、とりあえず行きましょうか。ちょっ
少量にしとこうかな、最初は。怖いからね。少量じゃねえだろ。あ、でもこの匂いどっかで嗅いだことある。ふりかけ、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 いただきます。食べろ。3、2、1。やだ。みんなに笑いを届けるんじゃないの。まずくはない。うまかった、うまかった。はい、口閉じて。ふりかけ、ふりかけ。ということで、これが成功したかわかんないけども、材料的には合ってるんで、皆さんもね、いろんな方がやってますが、気になった方はやってみたらどうでしょうか、ということで、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。チャンネル登録よろしくね。やー、バイバイ。みんな動画見てくれたかな。見てくれたからこの動画を見てるんだよね。ありがとうございます。これこれ。